アイスホッケー女子日本代表はオリンピックをはじめとするアイスホッケーの国際大会に出場する日本アイスホッケー連盟による女子ナショナルチーム。日本のアイスホッケー女子の競技人口は2014年現在1500人余りとなっている。愛称はスマイルジャパン。1990年第1回女子アイスホッケー世界選手権に初出場して再開。 翌大会以降は予選で敗れて世界選手権に出場できないまま、1998年、長野オリンピックに開催国枠でオリンピックに初出場したが、世界の競合の前に5戦全敗で6、チーム中再位に終わる。1999年、この年より創設された世界選手権グループ B の決勝でノルウェーを7-1で破って優勝。翌2000年は、 トップディビジョンに昇格したが最下位になり、1年でディビジョン愛に降格。2001年2月にスイスで行われた2002年ソルトレークシティオリンピック、予選は2分いっぱいで敗退した。2004年11月、ロシアのポドリスクで行われた2006年、トリノオリンピック予選は、ロシア、チェコと同グループなり、チェコに4-1で勝利した後のロシア戦は、 特殊点差の関係で引き分けでも予選通過が決まる状況だったが2から3で敗れて敗退した。2007年の世界選手権ディビジョン愛は全勝で優勝してトップディビジョンに昇格。2008年2月、飯塚雄二が監督に就任。4月の世界選手権トップディビジョンでは7から9位決定リーグ戦で中国を3の1で破って9チーム中7位になり、初めて トップディビジョン残留に成功。しかし、同年11月に、上海で開催された2010年、バンクーバーオリンピック予選ではチェコに3-2、ノルウェーに3-1でに連勝したが、最終戦で、中国に0-2で敗れて、予選通過に失敗した。世界選手権でも、翌2009年大会8位で、ディビジョン I に降格。2012年2月、 元アイスホッケー女子カナダ代表のトリノバンクーバー両オリンピック金メダリストカーラ・マクラウゾをコーチに招聘。11月にはメンタルトレーナーも招聘。コーチらはチームに笑顔、明るさをもたらし、2013年2月にスロバキアのポプラトで開催された2014年ソチオリンピック最終予選では初戦のノルウェー戦で3点を先行されたが4点を入れ替えして、 逆転勝利。2戦目のスロバキア戦は GWS の末0から1で敗れたが最終デンマーク戦を5の0で対象してグループ1位となり初めて予選を突破してのオリンピック出場が決定。予選後、笑顔というコンセプトを持ち続けて勝利を勝ち取った選手らの希望によりチームの相性がスマイルジャパンに決まった。同年月の世界選手権では ディビジョン愛優勝を達成し、トップディビジョンに昇格。2013年、大学生時代にアイスホッケー部を創設した高須勝次が個人スポンサーに名乗り出たが、他のスポンサーとの兼ね合いもあり、日本アイスホッケー連盟への援助となった。2014年2月、ソチオリンピックでは予選リーググループ B で、スウェーデンに0の1、ロシアに1の2と世界ランクで、 格上の相手に前線したが、得点力不足で惜敗し、予選リーグでの敗退が決定。その後は、五輪初勝利をかけて、予選リーグ第三戦ドイツ戦、順位決定予備戦ロシア戦、7.8位決定戦、ドイツ戦を戦ったが、いずれも敗れて初勝利を挙げることはできなかった。5試合で127本のシュートを打ちながら6得点に、とどまり、19回あった。 パワープレイで一得点も上げることができず、決定力不足であった。2014年6月、飯塚監督や、マクラウドコーチらが退任し、コーチの藤沢康氏が監督に就任した。11月、ソチオリンピック再開の日本は2014年世界選手権、ディビジョン IA で優勝したチェコと2015年世界選手権。 トップディビジョン出場権をかけて、新横浜スケートセンターで2戦戦勝方式の入れ替え戦を行った。第1戦で勝利した日本は、第2戦を落としたが、最終第3戦を2から1で新勝し、通算2勝1敗で、トップディビジョン残留が決定した。2015年3月開幕の世界選手権の予選リーグでは2位と勝ち点差1の3位で、突破できなかったが、 ソチオリンピック4位の開催国スウェーデンとドイツを破った。トップディビジョン残留決定戦でもドイツにに連勝して残留が決定した。2016年3月の世界選手権では予選リーグでスイスチェコスウェーデンに敗戦。トップディビジョン残留決定戦でもスイスにに連敗し、翌年大会のディビジョンアイグループ A への降格が決定した。なお、 この大会後の世界ランキングは1位アップの7位となり、ピョンチャンオリンピック最終予選のホーム開催権利を得た。2016年6月限りで藤沢監督が退任し、7月に山中武氏が監督に就任した。12月、チェコで開催された4ネーションズトーナメントに出場。チェコ、スイス、オーストリアと対戦して3連勝した。2017年2月に、 トマコイで開催された、ビョンチャンオリンピック最終予選では、初戦のオーストリア戦を6-1で対象し、2戦目のフランス戦も4-1で勝利、最終ドイツ戦も3-1で勝利して、グループ1位となり、予選を突破してのオリンピックに大会連続出場が決定。一度もリードされることなく、予選初日からグループ1位を維持する全勝での突破となった。同月に、 札幌で開催されたアジア大会では、全試合で勝利し6度目の出場で、初優勝を決めた。4月の世界選手権は全勝優勝し、トップディビジョン昇格を決めた。オリンピック直前の強化試合、12月のロシア戦、2018年1月から2月に、かけてのドイツ、チェコ戦では5連勝し、オリンピック本番を迎えた。 2月10日のスウェーデン戦は、第3ピリオドに勝ち越しを許して1から2で惜敗した。12日のスイス戦も1の3で敗れ、準々決勝進出はならなかったが、14日の韓国、北朝鮮合同チーム戦は4の1で制し、オリンピック初勝利を挙げた。18日の順位決定予備戦では延長戦の末、2から1でスウェーデンに接続している。 20日の5.6位決定戦では0から1でスイスと対戦して再び敗れ6位で大会を終えた。2018年7月山中体制でコーチを務めていた飯塚雄二が4年ぶりに監督に復帰。2020年4月24日に2020年世界ランキングが発表され6位の日本はこの時点で2022年北京オリンピックの出場権を獲得した。 ありがとうございます。